こいつが。プルート。僕たちは正義のために、ここに来たんだよね。僕たちは何をやっているんだろう。僕たちは。人間とロボットは近づきつつある。これは最初の兆し。もし、最高の人工知能というのが存在したとします。どうなると思います？ お前はただの人殺しの機械なんだよ。ロボットだろうと人間だろうと、そいつには悪魔が宿っています。大好きだよお父さん。トビオはきっと大嫌いだったと思う。洪水が再び訪れた時、神が選択するのは人間かロボットか。とても美しい曲でした。 私、分かるんだもん。あなたがどれほど悲しんでいたのかも。さあ、共に始めよう僕らの新しい世界を。その時、誕生するのだ。地上最大のロボットが。あなたに聞きたい。人間の憎悪は消えますか？消去しても消えないものですか？ わからないんだ。なぜこれが流れるのか。わからないんだ。